予備校講師スキャンダル起こしたやつリストっていうものが存在する。見たいわ、めっちゃ見たいわ、そのリスト。こういうのがあるんだぞっていうね、抑止力になってくれればいいんじゃないかなと思っております。英語講師オーディションに出てください。そうで始まりました、マテツチャンネルです。さあ今回はですね、函館からお送りするんですけども、ちょっとねこの椅子がねぎっしぎし打っちゃうんで座れないということが分かったので、こうやって撮りたいと思います。でまあ今回はですね、そうですね、はい、ちょっとね、まあ、業界の人だったらって思うかもしれないんですが、どうも予備校講師スキャンダル起こしたやつリストっていうものが存在するっていうことですね。それがね入ってきました、私の耳元に。いやー、こんなことがあるんですね。まあこれはね、あればとってもいいことなんですよね。新たに何かしらほら事業を始めたいとかっていう時とか、まあ新たに塾作りましたとか、映像のねオンラインのとこ作りましたっていう時に雇う場合に、当然その人が過去に問題を起こしたかどうかっていうねリストがねあれば、雇う時にね困らないと思いますので、それはいいことだとは思うんですよね。まあ、ただなんかでちょっと犯罪者のリストみたいな感じなんで、野党側からすればいいけどね、その犯罪とか言っちゃいけないね、そのリストに載っちゃってる側はね、大変とか、再就職というか、新たにまたね、職見つけるの大変なのかなとは思うんですけども、まあ、率直に言って、見たいわ、めっちゃ見たいわ、そのリスト。自分がどんだけ知ってるか、すごい興味がありますね。で、そこに、あとどれぐらい詳しく書かれてるのかも知りたいです。一体何をやったのか。っていうのね、それも知りたいです。まあまあ当然女性関係が圧倒的に一番多いと思いますけど、その生徒に手出したみたいなので書かれてるのが圧倒的に多いとは思うんですけど、まあそれでクビになったって人はいっぱいいるし、まあそれだけじゃないからね、いや別の形の犯罪でいなくなった人たちもいますからね。やっぱお金関係とか、あまあお酒どうなんだろうな、心の病気になった人たちの方が乗ってんのか乗ってないのか分かんないですけど、いや、そのリストが出てるってことはね、大変だと思いますね。まあまあまあ、今のやコンプライアンス大事な時代ですから、まあなんとかね、やっていけてる人たちもいるけど、結構いろんな人がいろんな問題を犯してますからね、普通にこう第一線で活躍してる人たちの中にもいますからね、そういう人はね。まあ誰が何やったとは言わないですけど、なんで、ああ、そんなものがあるんだなっていうのは結構衝撃でした。どういった形で書かれているんですかね。まあ、これからのね、予備校講師はぜひぜひ、そういったところにはですね、気をつけていただきまして、こういうのがあるんだぞ、というね、抑止力になってくれればいいんじゃないかなと思っております。なるのか、本当になるのか分かんないですけど、はい、これでね、若手の人たちは、これから気をつけてくれる。まあ、でもなんでそんなね、今までの人たちのを自分たちがこうね、背負っていかなきゃいけないんだと思ってる人もいるかもしれないですね。あんたたちがやらかしたからそんなリストができたんだろう、みたいにね、思ってる人もいるかもしれないですが、いや、面白い。ちょっとね、なんかの、まあ、骨を使えば手に入れられると思うので、ちょっとやってみます。絶対言っちゃいけないよな、うん、もう言ってないですからね、実際ね、私自身も。表に出たのしか動画では取り上げてないから、表に出てないのも当然もういっぱい知ってます。まあ、業界だったら当たり前に知ってるようなことでも表には出てないですね。まあ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 、そういうこともあると。で、実際、まあね、予備校講師になるんだっていうね、動画はたくさん出してきたんですけども、やはりまあ、一番その落ちてしまうものっていうのはね、まあ女性とお金、まあ中にはお酒とかギャンブルとか、昔はね、まあちょっと具体的になりすぎちゃうから言えないかな、これはな、またちょっと面白いのもあったんですけど、まあまあ圧倒的にやっぱり女性問題が多いですよね。で、次のこのお金っていうのもまたすごくてですね、やっぱすっごく儲かっちゃう人はいるわけですよ。大量に儲けてしまうと。で、その後に、まあ、生活を元にできない。だから、自分が人気がなくなっても、その生活水準を変えることができないために、まあ、破滅してしまうっていう人はすごく多いし、あとはやっぱお金を手にしてしまうとですね、それがやっぱ、態度に出ちゃうことも多くて、やっぱり、まあ、えばっちゃうっていうくくりにするのは簡単なんですけど、まあ、横柄になったりとか、いろんなところで問題を起こすっていう事件が結構ありますよね。だからまあ王様みたいな感じになっちゃう。
っていうので、でまあその予備校自体がね、結構かくまってくれたりとか助けてくれたりしちゃってて、そういうなんか王様を作り出しちゃうってことがね結構多いなっていうのは、まあまあまあ自分で見ててもわかるし、よく言われることですね。でそれである時どっかですごい大きな問題を起こしちゃうとかね、そういう人もいるよね。でまあお金自体での問題、さらにお金があることによって生まれてしまう問題っていうのがありますよね。まあだから本当にね、予備校講師の人たちはね、だいぶほら若い人たちは丁寧にそんな風になってない人が多いとは思いますね。ただまあまあまあそれでもね、やっぱりこうドンとね、地位名誉お金を手に入れると狂っちゃうって人は残念ながら多いですね。もう一切名前は出してないですからね。皆さんが知ってると思ってる事件だってだいぶ違いますからね、本当はその切り抜かれたそこしか見てないから。まあそんなこともありますという、まあね、面白いリストの存在を今回は聞きましたんで、この間そうだからまあサブチャンネルちょっと話しましたけどね、河合塾のトップ講師の成川先生、ね、の英語講師オーディション審査員やってくれる成川先生とも2人きりだったんで、まあ、だいぶ講師室で2人きりしちゃいけないですね。本当裏話ばっかりしちゃって、で自分自身はまあ予備校講師としてこうね長く行く予定だったから、本当に全然話してなかったこととかも、まあ、あの人のこういう事件は実はこういうこうこうこうなんですよとかっていう話もねいっぱいしましたね。もう別に辞めちゃうから、特に自分はもう蚊帳の外になっちゃうんで、まあいっかって言っていろんなね事件の真相を話しておきましただからまあ広まるんじゃないですか、その事実も、という形で予備校講師になるのをおすすめしないですよ。でももうなっちゃったよという方はぜひ英語講師オーディションに出てください。第3回英語講師オーディション、ぜひ今回もですね出場していただければと思います。ルールは簡単ですね。3分以内にあなたの素晴らしい授業を動画内に収めてください。で英語講師オーディションですので当然英語に関するものでお願いします。ただし受験とか関係ありません、世代も一切関係ありませんので、ぜひ出てきてもらえたらいいんじゃないかと思いますね。そして決勝は福崎先生、関先生、成川先生、安子先生という形でこの4人にやってもらおうと思ってます。その他もまたスペシャル審査員は交渉中ですこういった形でやりますので、そうです、この審査員たち見てもらえるだけでもめちゃくちゃありがたい、まあ、この業界のね人からしてみればもうすごいもうみたいなね、一生に一度あるかないかじゃないっていう、それぐらいの機会になりますので、で締め切りは12月21日としたいと思います。そこまでにぜひできてください。3週間ですね、 M1 より熱い講師グランプリを見せてください。でまあ決勝戦は別の動画を撮りますので、2分なんですよ、はい、2分の動画を作っていただきますのでよろしくお願いいたします。ぜひ応募してきてください。一気に知名度上がりますからね。12月21日まで募集しておりますので、授業をぜひ、ね、自信のある方は映像を送ってきてください。もう超豪華審査員があなたの授業を見てくれますので、絶対応募してくれよな。ということでした。はい、今回ですねだいぶ危険な内容になりましたけども、はい、予備校講師やらかしたやつリストがあるということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 気をつけようね。